タイのワンタイフーズ、ヤムヤムベジタブルフレーバーカップ、ヨーロッパ仕様。揚げ麺に粉末スープ、調味油、チリパウダーが付いており、火薬は最初から入っています。麺は細めですが、結構硬くてゴワゴワした食感です。いかにも油揚げ麺という感じの気泡感と香ばしさがあります。スープは淡い色の塩味で、化学調味料が主体の味ですが、椎茸の旨味が明確にわかります。唐辛子のピッとした刺激もあり、決して退屈な味ではありません。具は海外製のカップ麺としては種類が多いですが、日向臭さがあります。日本では馴染みの少ない野菜味というジャンルですが、中途半端に人工的な肉エキスが入っているよりも潔い気がします。